knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night. I feel standing tall. Then my feet are powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance floor. I got my sundress on. You know it. No one's できているんだが。真ん中ってえ、なんかもう大きいのじゃじゃーん。あ、なんか硬いやつとすぐ切れるやつがあります。あー、なるほど。あいー、なんでこんにちは。今ポップアップの準備を始めております。はい、皆さんどうもこんにちは。いろんな方に手伝っていただき、今から2日間のポップアップの準備を始めていくんですけども、もう荷物が多くてちょっとイレギュラーもたくさんあって今バタバタしております。で、今日はそんなポップアップの準備とあと2日間の様子をお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。真ん中じゃないですか。真ん中じゃなくていい。 OK です。はい、 OK です。いい感じ、いい感じ。ポスターができました。ここはここで苦戦しているかしら。このお花たちも自分たちで購入してきて造花なんですけど、自分たちで買って自分たちで生けております。あ、いいじゃない。ちょっと今からですね、インスタ用のリールを撮ります。急いで急いで私がこうやって持って全然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 ってこれみんな出てくる。もう出てきた。全然電しか出てこなかったよ。いや、タイミング間違えないでね。デザイナーさんがユナモブの T シャツを作ってくれました。イエーイ。みんなこっち来てよ、みんなこっち来てよ。かわいい、イエーイ。かわいい。ありがとうございます。じゃあ今からシミュレーションをやります。しっかりです。ですね
ちって商品を選んだたらニュアンスカラーズ102のダスティテラコッタとベースメイクセットのファンデーション02のお選びこの状況で小林さんがお客様お客様その後か商品確認した後にこの人金額を入れごめんなさいそわがままでスタッフの癖強いなバレちゃうバレちゃうバレちゃうが始まります。もう準備がめちゃくちゃ時間かかって昨日帰ったのがみんな1時ぐらいっていうやばいですよ、はい、それぐらいちょっと内装にかかっちゃって、まあ、そういうちょっと裏話もあったりとかで、まあ、この店内を作るのにいろいろこうデザインだったりとか決め事だったりとかですっごい時間がかかって、でもその分すごいこう達成感とかもあるポップアップになると思うので、今回はちょっと初めてのポップアップ皆さんに満足いただけるようにちょっと頑張りたいなと思います。あるって武井さんが10時に来ます。で多分2人目はそうです、はい、でちょい壁側に、はい、これっぽいね、ぽいかわいい。すごい面白い。かわいい。ゆかりもなんか俺が東京タワーだったんだ。今このまま違う
ですか。お疲れ様でした。もうたくさんのお客さんに来ていただけて、で14時ぐらいからはこう割と落ち着いてゆっくりこう接客することもできたりとか、コミュニケーションも取れることができたので、ちょっとまた2日目はこれを学びにして、明日またいっぱいこうお客さんとコミュニケーション取れるような空間をもっと作れるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張るぞ。ございます。いよいよまた2日目がやってきました。昨日結構たくさんの方が来てくださって、今日はどれぐらい来るんだろうってすっごい未知なんですけど、またまあでも今日は昨日よりも営業時間が短いので、ちょっと緩やかになるんじゃないかなって思ってるのと、日曜日なのでご家族で来られる方とか、あとお子さん連れて来られる方が多いんじゃないかなと予想しております。今日もその後撤収作業もあるので、今日一日パワフルに頑張りたいと思います。ありがとう、小林です。ありがとうございます。今日ちなみにメイク何を使ってますか。今日ラベンダーメリーを私は使ってきました。おー、かわいい。なんか小林さんラベンダーメリーあんま使ってるイメージなかった。私も今回人生でパープル系のアイシャドウはこれが初めて、自分が似合わないんですけど思ってたんですけど、つけるのめっちゃ可愛いです。ありがとう。可愛いね。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、今日も一日頑張りましょう。頑張りましょう。 SNS を担当している白沢です。はい、ありがとうございます。りえちゃんはもう風入りにすごく似ているという妹的存在なんですけど、今日は風入りより風入りから今日ちなみに今日はミモザフィッチを使ってます。めっちゃ似合ってる。ありがとうございます。かわいい。本当にかわいいので、ね、ぜひ皆さんも試してみてください。今日も一日頑張りましょう。頑張りましょう。
たしました。ありがとうございました。本当に多くの方に来ていただいて、このエナモルの世界観っていうのを感じていただいて、2日間だったんですけど、準備すごい時間かかったりとかもして、達成感にすごい今めっちゃ溢れていて、今後また大阪だったりとか福岡だったりとか、リクエストもたくさんいただいているので、新作を含めてまた同じようにポップアップができたらなと思ってます。その時はまたお客様に来ていただけると嬉しいです。この2日間本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。